こんにちは西戸明子ですラジオ DJ スピーチコンサルタントポッドキャスターそして自分らしく生きるための学びの広場アキコズワールドを運営しています昨日からボイスメディアボイシーさんでの発信を始めました毎朝6時からその日1日こんなところに意識を配ってみませんかという話し方のアドバイスをお伝えしていますぜひボイシー西戸明子の話し方教室 朝の新しい習慣にしていただければ幸いですよろしくお願いしますさて今日のテーマは考えるな感じろ直感の磨き方です、えー、西戸秋子学校の生徒さんに自分が農業をやりたいってわかったという Y さんという方がいますとはいえ Y、AY、さん会社員なので農業をやったことがないやり方が全くわかりません そこでまずできることからというわけで苗を68回草を刈る釜とスコップを買って植えようと思ったするとなんと畑仕事に詳しいお母さんが手伝ってくれることになったそうです、えー、さらに県唯一いらっしゃる自然栽培を教えている方の集まりがちょうど今度あることが分かった。しかも仕事が空いていてる そここに加えてある日のことです知り合いとお昼ご飯を食べていたら「えー、このあと B さんのところ行くんだけど一緒に行く?」って誘われたそうです。でうんまあでも朝畑見に行けなかったしなあ夕方までまあ時間あるけどな行けなくはないけどうんーと考えてたそうですね。でふとあ 頭で考えて悩んでるから感じてみようって思ったそうですそうしたら行かないという選択肢がなかったえついてみるとそこにいらした方となぜか農業の話になってなぜか自分が畑を始めた話をするとその方は自分も家庭菜園してるんだよって素晴らしいねって褒めてくださってさらにお話をしていると あ、土地があるからさ荒れ地だけど使っていいよって言ってくださったそうですそれがなんと荒れ地だなんてとんでもない日当たりがよくて水路や川がそばにあって近くには他の人の畑がないから気を使うこともないしかも仕事帰りに寄れる近い場所だったさらにお金はいらないよって言ってくださったそうです そんんなな奇跡みたたいこことが Y さんに起こったもしあの時ご飯食べた後行ってなかったら帰ってたらこんなことはなかったなって思ったそんな話を聞かせてくれましたこのエピソードを聞いて「ああよかったね」って、えー、終わらせることもできるんですけど実はやりたいこと好きなことをやって生きていくためのヒントがこのお話にはたくさん含まれてるなって思ったんです。 今日はそのつつについてお話ししますそれが考えるな感じろです私たちはとってもクリエイティブなので何かをやらない理由をたくさんたくさん思いつくことができるんですよね。Y さんの場合だと「あさ畑見に行けなかったしなこれから行かなきゃいけないんだよ」。 ああ明日から仕事だしあれもやんなきゃこれもやんなきゃしかも知らない人のとこ行って何すんだよ自分はあんまり初対面の人と会うのは得意じゃないんだまあ、こんな風にですね次から次へと行く必要がない理由を私たちは考えることができるんですよねだけれども Y さんの場合はそうやって自分が考えていることに気づいたから感じてみたら行かない選択肢はないということに気がついた この考えると感じるっていうことを、えー、心の中で起こっていることなので例えて言うと、まあ、心に深ささがあると思ってくださいそうすると考えることっていうのは心の表面でで起ここっていることなんですねでその下に感じている気持ちがある、まあ。いわば感じているんだけれども何かをそれが 表面に出てこないように考えることが蓋をしちゃっている感じなんですだからどうすれば感じることができるのかっていうと実は考えなければいいっていうとってもシンプルな答えになるんですねだって考えなければ感じている気持ちの上に乗っかっている蓋が取れるわけだからそうするとああ自分はこんなことを感じているのかということに気がつきやすくなるからです やりたいいことがわかんないんなだよねっていう人も考えるよりも感じてみるときっと見つかると思いますしやりたいことは見つかってるんだけれどもうんだけどやり方分かんないし失敗するの怖いしってやっぱり頭でいろんなことを考えちゃって行動できないそういう時も考えることをやめるとその下で感じていることをありありと生き生きと 感じて力が湧いてくるんじゃないかなというふうに思います考えるな感じろ、えー、この方法はとってもシンプルでもうまさにこの言葉の中に含まれてるんですね考えなければいいそれだけなんです考えなければ心の中にスペースが空きますそうすると感じる心は表に出てくるしそこに直感だって起こってくるっていうわけなんですね 西戸明子学校では自分のやりたいこと本当に好きなことを見つけて、えー、それをどうやったら実際に生きていくことができるのかということをみんなで一緒に学んでいます。よかか。ったた。ら一緒に学びませんか西戸明子でした